安田記念の予想。安田記念は東京競馬場の芝 1600m で行われる GI レースで上半期のマイラー王決定戦と言われています。1今年の出走り予定馬は18頭で、昨年の優勝馬ソングラインやソダシ、シュネルマイスターなどが人気になりそうです。に予想のポイントとしてはラップ適正や枠順、客室などが重要になります。34ラップ適正は持続力型やバランス型が有利で、高速持続ラップに対応できることが必要です。3枠順は内枠が有利で、特に1枠から3枠までの馬が好成績を残しています。4客室は差しや追い込みが有利で、上がり 3F で速い末足を使えることが必要です。3これらのポイントを考慮して、私なら以下のような予想をします。1着ソダシ5枠、5番持続力型のラップ適性を持ち、高速持続ラップにも対応できる。差し客室で上がり、3F で速い末足を使える。前走のビクトリアマイルでは2着に入り、安田記念でも好走が期待できる。2着ソングライン8枠、18番バランス型のラップ適性を持ち、高速持続ラップにも対応できる。差し客室で上がり、3F で速い末足を使える。前走のビクトリアマイルでは優勝し、安田記念でも連覇が狙える。3着シュネルマイスター、7枠、14番バランス型のラップ適性を持ち、高速持続ラップにも対応できる。先行客室で上がり、3F で速い末足を使える。前走のワイラーズカップでは優勝し、安田記念でも好勝負が期待できる。以上のように予想してみましたが、これはあくまでも私個人の見解です。競馬は予想通りにならないことも多いので、最終的な判断はご自身でお願いします。